第4回政治杯のルール説明をするのだ。僕はずんだ餅の妖精ずんだもんなのだ。一応おさらいをしておくのだ。開催日時と時間、開催場所、種目についてはご覧の通りなのだ。今回合計で8チームの参加なので、4チームずつ A と B2 つのグループに分けるのだ。 A と B それぞれのリーグで総当たり戦をするのだ。これはあくまで組み合わせというだけで、実際の試合順とは異なるので注意していてほしいのだ。総当たり戦終了後、上位2チームずつでトーナメント戦をするのだ。3決定戦もあるよ。流れはだいたいこんな感じなのだ。それでは細かいリーグ戦についてのルールを説明していくのだ。まずリーグ戦は先鋒、中堅、大将の3人制で行われるのだ。3人制とは、と思う人のために分かりやすく例を使って説明するのだ。例えば政治ラーメンエビカニというチームと、マキマさん最強さんファウドズニーシャというチームが試合を行ったら、先鋒戦で政治 vs 最強さん、中堅戦でエビ vs ファウド、大将戦でラーメン vs ズニーシャ、カニとマキマさんは休憩というような組み合わせになったのだ。ちなみに課題曲の難易度は先鋒、中堅、大将と上に行くほど難しくなるのだ。ここで出場に関するルールを説明するのだ。リーグ戦は1チームにつき3回ずつあるため、必ず2回以上出場すること、連続で同じポジションでの出場は禁止であるということ。ご覧の通り、2回以上出場して勝つポジションが連続でなければ OK なのだ。続いて課題曲についてなのだ。リーグ戦の課題曲はリストからの投げ合いによって決まるのだ。そして勝負の形式は精度対決、先鋒戦から大将戦までの合計の課の数が少ないチームが勝利、8点2を獲得するのだ。以下は1につき課2で換算され、排出は使用禁止なのだ。また両チーム課の数が同じだった場合は引き分けとし、勝ち点はお互い1ずつ獲得なのだ。負けは勝ち点0なのだ。プレイする曲数はご覧の通りなのだ。あれれ、投げ合いなのに1曲ってどういうこと？と思っている人も多いはずなのだ。大会は太鼓1台で進行する予定のため、尺の都合でこうなりました。すまんこ。ではどのようにして課題曲が決まるのか、説明していくのだ。先ほどの先鋒戦の例の場合、政治の次戦がバンビーニ、最強さんの次戦がゾウウラの時、じゃんけんで勝った方の曲をプレイするのだ。じゃんけんで負けた方はプレイサイドを選べるのだ。プレイサイドに関しては話し合いで決めてもらっても構わないのだ。次戦がかぶった場合はじゃんけんなしなのだ。そして中堅戦では、先鋒戦で次戦をプレイできなかったチームの次戦をプレイするのだ。先鋒戦で曲がかぶっていた場合はじゃんけんでどちらの次戦をやるか決めるのだ。大将戦はお互いの次戦をプレイするのだ。ここで次戦に関するルールを説明するのだ。同じ曲を投げるのは原則禁止なのだ。しかし先鋒戦でじゃんけんに負けた場合、中堅戦で次戦をプレイできなかった場合は、それ以降の試合で同じ曲を投げることは可能なのだ。例えば政治がこのように連続ではないけど同じポジションで2回出場する場合に、2回目の投げる曲の横にカッコ書きでこのようにオーダーを提出しなければならないのだ。またこのカッコ書きはオーダーを提出する時点で決めなければならないのだ。戦況を見て2択を取れてしまうのはよろしくないので、まとめるとこんな感じなのだ。政治チームの合計の課の数は9、最強さんチームの合計の課の数は8、よってこの試合は最強さんチームの勝利なのだ。最強さんチームには勝ち点2が入るのだ。そして休憩だったマキマさんとカニは次の試合には絶対出場しなければならないのだ。そして最後に勝ち点が引き分けになった場合の話をするのだ。表示されている例は極端ですが、勝ち点が同点になるチームが出てきてもおかしくはないのだ。その場合は引き分けになったチームの全試合の合計の課の数を見て少ない方が勝ちとするのだ。サッカーの得失点差みたいなやつね。それでも同点だった場合は
各チームの代表者1人が運営指定の課題曲をプレイし、スコアが高かった方のチームが勝ちとするのだ。以上でリーグ戦のルール説明は終わりなのだ。次はトーナメント戦のルール説明をしていくのだ。準決勝戦、3位決定戦は先鋒、地方、副将、大将の4人制で行われるのだ。勝負の形式はスコア対決。プレイする曲数はご覧の通り、投げ合いでお互いの次戦をプレイするのだ。各ポジションの課題曲範囲はこんな感じ。大将戦に関しては無制限とか言っておきながら禁止曲あるの草。まあ決めたの僕なんですけど、禁止曲はご覧の通りなのだ。譜面が簡単で連打で勝敗がつきそうなやつは禁止にしたのだ。ちなみにこれは大将戦だけではなく先鋒戦にも適用される禁止曲リストなのだ。ぶっちゃけこの他にも連打で勝敗がつきそうなのあるけど、とりあえず禁止曲はこれだけなのだ。最後に決勝戦のルール説明なのだ。スコア対決であることと4人制なのは変わらず、プレイする曲数がそれぞれ1曲ずつ増えるのだ。運営指定の課題曲は当日までに頑張って考えておくので、楽しみにしておいてください。やがれなのだ。各ポジションの課題曲範囲はこんな感じ。禁止曲はないので好き勝手やってくれなのだ。本気と書いてマジと読む戦いを見せやがれなのだ。以上で第4回政治杯のルール説明を終わるのだ。わからないことや気になることは参加者も視聴者も関係なく気軽にお問い合わせくださいなのだ。また各チームのオーダー提出期限については7月31日水曜日までとし、発表は8月10日土曜日に行うのだ。期限が近づいたらリマインドするのだ。ご清聴ありがとうございました。ずんだ餅の妖精、ずんだもんでした。